定刻になりましたので始めさせていただきます。私今回の進行役を務めさせていただきます。会も立ち上がったばっかりですので誰も知らないと思いますけれども、事務局次長を、やらせていただきます。佐々木と言います。よろしくお願いします。今日はラムサール湿地近接風車建設に反対する会ということで、マスコミの皆さんにおいでいただきました。この中身をよく知っていただきたいということもあったものですから、まあ、先ほどから動画を流しながら後で、項目となっている4つの項目、これらを専門的な立場で研究もしくは考えている人方の報告がスピーチがあります。本日の資料はその署名ですね。今朝方まで変わってできた本式の署名です。この署名と、資料として、何枚か一緒になって、で今日スピーチされる方の、説明資料も入ってますので、これを見ながら確認いただければありがたいと思います。で今日の一番の、柱であるこの署名の進める私たち会の趣旨でもなっている署名の中を、一度読み上げてご理解いただくことにしています。会の五十嵐の方から、読み上げさせていただきます。お願いいたします。五十嵐です。よろしくお願いいたします。では読み上げます。ラムサール湿地近接風車建設に反対する署名。今、鶴岡市鴨地区の尾根寿司に発電用大型風車の建設計画が進んでおります。自然エネルギーの活用は喫緊の課題であり、風力発電の利用も大いに検討されるべきことです。しかし鴨地区近郊の建設計画は下記に紹介するような大きな問題を含んでおります。市民が親しみ、自然や野鳥の宝庫でもあり、歴史的にも価値のあるところに地上高180メートルの大型風車が最大8基も立ち並ぶことになると、自然の景観は一変することになるでしょう。歴史と自然景観を分断する風車群はこの地にふさわしくありません。ここに風力発電計画の中止を求めます。1、計画地域は特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地としてラムサール条約に登録された大山、上池、下池に近接し、約200種の野鳥が確認され、秋には琥珀鳥、マガモなどをはじめ天然記念物オオヒシクイ、マガンなどの冬鳥の飛来地となっております。オジロワシやクマタカなどの猛禽類も多く観察されており、風車への野鳥の衝突や飛来地の回避など重大な生態系への影響が懸念されます。2、鴨地区は日本遺産として2019年に追加認定された地域です。鶴岡市の風力発電施設の建設に関するガイドラインでも、日本遺産には風力発電施設は設置しないとしています。3、高立山から由良に至る尾根筋は庄内海岸アルプスロードと紹介され、低山の山歩きに広く利用されております。また多くの山野草が自生し、市民が手軽に訪れることのできる花の山として脚光を浴びております。建設に伴う作業路や建設地の大規模な森林伐採により市民の利用は制限され、自然の破壊につながるだけでなく景観をも壊します。4、計画は住宅地と隣接しており、超低周波音による集
住民の健康被害が心配ですとあります。ありがとうございました。これが趣旨になります。この中身を詳しく後で、前に座っている方々から、1人5分以内でスピーチいただきます。で、私のところからちょっと少し報告ですが、私の立場何ですかみたいに言われましたが、以前コミュニティの岸田さんからも佐伯さんは反対の立場ですか賛成の立場ですかって言ざおきって言われまして、反対の立場ですと言いましたが、自然エネルギー、山形自然エネルギーネットワークという自然エネルギーを普及していく、学習していく、そういうあの会の、今役員、ちょっと体壊しましたので、副代表を言いましたけれども、役員をしております。で、今回のこの件については、仕掛けているのは JRP という、まあ、有名なところですね。で、坂田の日立の本社を買いで今稼働してますし、308森山も、稼働を始まりました。連続する山である矢引の山にも今環境施設入って中途にあります。今回鴨に建てるという鴨風車ということを、相手側は言っておりますけれども、本当に鴨なのかどうか含めてまだ不確定要素がありますが、この今年1月になってから、積極的に地域自治会に出かけて、もしくは役員を巡りをしながら、とにかく風況の調査をさせてほしいと、住民会を開いてほしいというようなことで、回っております。私たちの声はですね、それぞれみんないろんなところで活動してますので、まとまるのに大変ではありましたけれども、まあ、およそ1年近く遅れての反応ではありますけれども、これは大変有意識事態になっているということで、みんなで力を合わせて、ラムサールの、下池、上池、冬の、ちょうど今、白鳥たちがこう来てますけれども、この貴重な日本遺産というべき地域を、なくしてはならないという一点で、集まっております。詳しい体制とか、それから中身については、これから会議を持って進めていきますが、およそ考えているのは、早いうちに手を打たないとというふうに思ってますので、今日お手元にお渡しした署名、これを1人がですね、1筆2筆と積み重ねて10筆を目標にして1000人の呼びかけ人を作りたいなというふうに考えております。そうすると掛け算ですので1万の署名、鶴岡地域で1万の署名というのは意外とインパクトのある数字になりますので、これを年内の目標として進めたいなということを考えております。途中途中貴重な自然の宝庫でありますので、アルプスのあそこの尾根道を歩く晩秋のアルプス散策だとか、下池の冬通りを見に行こうかいとか、いろいろ重ねながら楽しみながら、みんなとですね、仲間と今回の運動を進めていきたいというふうに考えております。後ほど記者の皆さんがいろんな質問があったときに、それのテーマに応じて答えられる方をこちらでご指名をしてお答えさせていただこうと考えております。そういうことで進めさせてもらってよろしいですか、記者の皆さん。はい、それでは向かってですね、右側のところから順序よくこう、スピーチをしていきます。最初は野鳥の会の山形支部の支部長の、細谷さんからお願いします。はい、日本野鳥の会山形県支部長の細谷千鶴子と申します。よろしくお願いします。それでですね、今こちらにモニターで映していただいております。これはつい数日前に大山の上池、下池、これは下池の方ですけども、そちらの方で映してきた映像ということです。で私は、野鳥の会ということで鳥の、説明をということだったんですが、まずお手元の資料にこのラムサール条約のその湿地とはどういうものかということがあるんですが、結局水鳥の生息地を保護していこうという世界的な動きなわけです。
その中でこちらの資料にもありますが、山形県では唯一、東北の日本海側でもまだこの大山にしか選定されていません。それでそれがどういうことかと言いますと、新潟の兵庫、佐賀田、あと宮城の鹿伏沼、出雲辺り、その辺りもラムソング条約に選定されているわけなんですけれども、そこと結局水鳥たちが全部点ではなくて、そこを全部つなげて旅をしてあげるわけです。そのうちの本当に山形のそこの場所を守らないでどうするというところなんですが、それ、守るという意味がこの風車の建設に関わってきますと、一番考えられるのがバードストライクといいまして、この風車の羽でに鳥が接触する、またはその風圧で巻き込まれる、それによって、被害が全国的に出ております。日本野鳥の会でも把握しておりますが、ただ本当に小さな小鳥の類ですと、もう触れた瞬間に粉々になってしまうので、なかなかその残骸を回収することも難しいですし、なのでよく問題になっているのが大型の鳥ですね。こういったオジロワシとか、これの片羽がスポッと取れて落ちている、それを回収したということも残っております。であとは今盛んに映っております白鳥、ボコ白鳥、コ白鳥ですが、実際にご覧になったことがあるかどうかですが、大きいんですね、彼らも。体が重いので助走をつけないと飛び立ちません。飛び立てないので、かなり低空で飛んでいってから上空に行く、あるいは近くの田んぼに降りるので割と低空飛行が多く見られます。でこれ今ちょうど飛び立ってますね。水面に翼をこう打ちつけるようにして浮力を増してやっと飛ぶという、そういう形になります。稜線なんかはきっとギリギリ飛び越えていくぐらいでしょう。で朝これも堤防から撮っている映像なんですけども、こうやって飛んできたのを見ていると頭の上をすぐ飛んでいくんですね。そうするとその翼のきしむ音、もう本当に重たい体を一生懸命飛ばしているなっていうのが伝わってくる瞬間です。であと今これは冬鳥、冬に渡ってくる水鳥ですけども、この手前の方に吉原もありまして、そちらでは大吉蹴りやなんかが映像もします映像もしますし、あと旅鳥でシギ類ですね、セイタカシギやなんかが渡ってきたりもするんです。そういう場所をやっぱり安全を確保してやらないでどうしましょうというところが私の意見です。はい、終わります。では続いて質問がいきます。水野さんから。水野の重則と申します。私はラムサール条約2008年ですが、その前に環境省の方から調査を頼まれた当時オイラの自然を守る会ということで、いろいろ準備して1ページの裏にクリスさんの、資料にありますものがありますけども、座っていいですよ。はい、座らせていただきます。クリスさんからもしょっちゅう来ていただいてご指導いただいたんですが、当時はクロバスでは全く話しても、父側では相手にしなかったんですね。でそれが環境省の方から山形県の環境会に来て、県の方からクロバスで2008年に登録、日本は先進国の中では一番少ないんだということで、なんとかならないかということ
なるから、途端に逆に鶴橋さんの方から、俺の自然守る会の方へ、すぐその資料をというのことで、その、資料を大体鳥類の目録は以外は私のまだ見たような方で、おります。で、今日の一番のあれはこの地域というのは豊かな、豊かで多様性の大きい自然環境なので、それを壊すなということをまず最初に言いたいと思います。その理由は私の、書類をちょっと見ていただければ書いてありますけれども、この地域は日本でも数か所しかない、いわゆる寒暖両方の植物が生育している地域です。で、そういうところは、その多くの植物種、を、2010年時代で時点で142から850種植物を確認しておりますけれども、こういうの多くの植物種があるということは、それを食べる昆虫類、昆虫というと軽く考えられるかもしれませんけれども、生態系ピラミッドの中では、植物が生産者で、あと上は全部消費者になるんですね。消費者の一番の元になる、昆虫です。それを食べていく今度野鳥とか小鳥とか、小動物、それを食べる、大きな生き物です。最後に、生態系の頂点には、日本では今昔オオカミだったんですけども、絶滅してからは猛禽類があるんですけども、その猛禽類が先ほど細谷さんのお話にあったような格好で相当の数この地域にはおりますし、ヒバタかなんかを栄養もしております。そういうことで非常に重要な地域になります。それからこの地域は日本全体的にそうですが、火山国なものですから土壌が酸性なんですね。酸性なんですが、そこにその風車なんかに関わる、コンクリートが入りますとアルカリ性にあっという間に変わってしまいます。そうしますと植生がガラッと変わって、もう植生がズタズタになってしまうんですね。そうしますと生態系が壊れます。壊って出てしまうと、もう本当に自然そのものがもう大変なことになってしまうんですね。そういうようなことです。それもう一つ、貴重な場所ということは、今年ちょうど佐賀駅入部から400年になりますけれども、その間に、1669年から1868年の間、佐賀江忠というのは大山城に入って24歳で、亡くなったんですけども、それから幕府の領地としてなったんです。そうしますと地域の人たちは勝手に、樹木を切ったり、開削できなくなったわけで、そうすると、高田家から海岸、高田山海と私ども呼んでるんですが、八森山を中心とした山地域は古くから古くからの自然がそのまま残っているという非常に貴重なところです。で、そういうようなことで、このような地域は日本ではものすごく少ないです。世界でも調べてみても類例がないですね。そういうことで非常に貴重な地域です。それから先ほどのお話のようにラムサー条約の、上池下池に、飛来するガンコモ類は2016年の時点で51か214種が入ってきております。その中に猛禽類なんかがかなり、見ることができます。そしてその鳥類の他に飛ぶ哺乳類コウモリですね。これが、非常に珍しいコウモリが2種類、近年、3年ぐらい前ですけども、それを合わせると7種類のコウモリが出現されています。で、近年このコウモリのバッドストライクが問題になっていますので、この辺も考えなければならないことだと思います。で、異常のような格好でこの地域を守るためにということで、下の方に産業ほどまとめてありますが、今ある当地域の多様な自然環境と生態系を補填するには、自然環境を今以上に荒廃させないように配慮しなければならない。
それから植物の繁茂は CO2 削減に最も効果があることから、当地域に自然分布する、樹木の繁茂を損なしないよう保全努力を継続する必要がある。それから良好な自然環境を子孫からの贈り物と借り物と考え、未来につなげていく必要を強く感じているところです。でこれからずっと調査やって、今も私のところにストックとして標本ありますが、まだ童貞作業をやっていないんですが、もう昆虫類は、まあ、2、30種は増えるとかと思います。非常に貴重な地域だと思いますので、これに人工的に入ってしまいますと、稜線近くの樹木というのは非常に 大切で、あそこの樹木類は季節風の、北西からの風で日本海からの潮風を塞いでいるんですね。それがこう開発されますと、まともに内陸側に入ってきます。で今は稜線を、西側と東側でピシッと直線を分けることができるんですが、それがもうめちゃくちゃと変わってしまう、崩壊してしまうということを考えますので、今のこの風力発電のことはこの地域には絶対許してならないことだと思っております。以上です。じゃあ続いて佐久間さんお願いします。私は佐久間と申します。で資料にあります通り、加茂は日本遺産です。でその日本遺産も実は2017年にすでに認定されておったんですけども、酒田と同等の貴重な地域だということで市役所が一生懸命になって、追加認定に2019年、なったと、そういうことで、自他ともに認める貴重な場所なんですけれども、どうも日本遺産は鶴岡市に出羽三山とそれから侍ゆかりの資料ということで3つあるわけですけれども、その3つの中で一番ないがしろにされているのがこの加茂なんじゃないか。で皆さんもご存知の通り、加茂の町を訪れますと、野鹿市の町並みとか周辺には善光寺とかいろんなその北前船で影響の被った環境が出来上がっております。で例えばこの日本遺産は15道府県の49箇所ございまして、日本海や瀬戸内海沿岸に山を風景の一部に取り込む港町がこう散在しているんですね。そういうふうなものも含めたのがこの日本遺産でもあります。そういうようなことで、今年は堺家が入って400年ということで、いろんな催しがなされておりますけれども、その鶴岡の城下町を支えたのがこの加茂の港なんだ、そういうふうなことも含めれば、堺家とか徳川家だけじゃなくて、もう一つ大きな視点でこの加茂の日本遺産をいろんな意味で活用していく必要があるのではないか。で特に加茂につきましては、かつての人口家屋数からいくと半分ほどになっているというそういう状況でもありますし、この日本遺産を契機にもっともっと加茂を活性化していく必要があるんじゃないか。で風力発電ではないもっと地域に根ざした地域の方々が一体になった取り組みを推進していく必要があるんだから、そんなことで、私の方から3つある日本遺産でないがしろにされているような雰囲気のある加茂をもっと活性化してほしいということで、大切なんだということをお伝えして私の話を終わりたいと思います。じゃあ続いてみます。
はい、三原と申します。先ほど専門的な立場の人もいるとおっしゃいましたけど、私の場合は別に専門ではありません。それから鳥とか景色とかではなくて、人間の健康ということで絞ってお話をしたいと思います。私は酒田市の十里塚 の、 風力発電、あるいは今湯沢沖の洋上風力なんかにもいろいろちょっと関わっていた関係で、まあ専門外ではありますけれど、人間の健康に対する被害ということをちょっと、テーマとして短時間話をさせていただきたいと思います。お手元 の、 資料をご覧いただきますが、全部を話すつもりは全くありませんし、釈迦に説法かなとは思うんですけれど、ちょっとポイントだけ、1番ですけれど、低周波音以外にも健康被害があるというようなことでいろいろ指摘されております。しかし一番重要だと全国的にというか世界的に考えられているのが低周波音による健康被害です。で、低周波音というのは何かということなんですけれど、耳に聞こえる音でも低い音の方が低周波ですが、もっと低くなると耳に聞こえない。そうなると耳に聞こえない音は音でないとか、それから体の具合が悪いんだけどというと気のせいだというようなことが、まあ、特に事業者の方から言われたりもしています。で、括弧2の低周波音とは何かというのはもう飛ばしますけれど、もし低周波音とか超低周波音とかなんとかヘルツとか、そういうことについて今まであまり聞いたことないという方がおられましたら、そちらの方は後で読んでいただければと思います。で、一般に言われる騒音計で測るのは、ちょっと書きましたけど鋭極性というものを使ってこう調整してありますので、それで 何デシベルだということではちょっと判断ができない。低周波音の場合は少し別の話になるということです。で、低周波音の場合はいわゆるガシャンとかドーンとかいろんな音がありますけれど、そういうのと違うちょっと特別な性格があって、非常に遠くまで届いてしまうと。それから音がするなら二重サッシなどすればいいんじゃないかと思うんですけれど、それでは効かないと。これは波の大きさ、長さです。大きさじゃなくて長さの関係でそういうことになってます。あ、タイマーがスイッチを押すの忘れてました。はい、それからですね、あと問題は何キロ離れてるとかっていう距離だけでなくて、家の部屋の広さであるとか、そういったような共鳴の関係でちょっとややこしいことになってます。で、一体どういう被害が出るかというと、いわゆる風車病と言われてるんですけれど、睡眠関係、頭痛、めまい、エトセトラ、そういったものが起きます。で、これらの症状は、風車から離れると、症状が出なくなるという意味で、これは風車によるんだというふうに大体、判断されています。で、非常に辛いことに個人差が大きいということが特徴だと思いますので、自分の一緒に住んでる家族や近所の人が何ともないのに、1人だけとか2人だけとかだけが調子が悪いとなると、これは非常に理解を 得られにくい、余計に辛いと。で、そういうこともありますので、現在世界的に風力発電の建設というのはどんどん陸上から洋上へ、で、湯沢沖の洋上風力は1キロ離れただけなんですけど、世界的には最低でも10キロで、ヨーロッパの方ではだいたい20キロ30キロ家住んでるとこから離すというか岸から離すようになってきています。今回のこの、ラムサールの方 の風車も民家から数百メートルしか離れていません。で、よくわかる動画がありますので、もしよろしければ YouTube でご覧いただけるとありがたいと思います。
こんだけ被害が出てきているのにもかかわらず、ほとんど知ることがなかなかないという現状なんですけれど、これは、まあ、マスメディアの方々の方のもたれもあるかと思いますけど、研究者が非常に少ない。これは健康被害を研究する環境というのが随分悪化しているなというふうに思います。かつて東京大学や京都大学の工学部の教授になるのに原子力発電に反対の人は絶対になれなかったという、まあ、そういうようなことありましたけど、現在はそれ以上にどんどん状況が悪化していって、研究費が手に入れられなくては研究できないとか、まあ、そういった問題がいろいろ起こっています。それから大学で、この風力の問題を研究されている方のかなりの部分が寄付口座という会社の寄付による口座の教員が随分ご活躍のようです。で、あと被害者が声を上げにくい環境になっている、これはやっぱり風力っていうのは自然に優しいんじゃないのっていったようなことがありまして、あるいはマスメディアで問題があるっていうようなこともあまり報道されないこともあって、なかなか被害は名乗りにくいのですが、例えば秋田の方などでは丁寧な聞き取り調査をして健康被害を、訴える人たちの声を集めておられますが、大抵はもうそういうややこしいことにする前にできるならば転居してしまう。で、業者さんが引っ越し費用を出すよっていうようなことを言ってくる場合もあるようですけれど、特に別荘地みたいなところではどんどん移動し帰っていなくなってしまうと。なんですけど、それができる人、はい、時間ですね。はい、で、まだよく分かってないことが多いので、予防的に予防原則というものが大切だと思います。で、これちょっと持ってきたんですけど、昨日うちに届いたんですけど、数少ないよく風力のことを取り上げてくださってる長州新聞という、新聞がありますけど、本当に少ないので皆様どうぞ、これからよろしくお願いいたします。ちょっと時間を超過したようで失礼いたしました。では次、よろしくご訪問お願いいたします。すみません、時間が伸びております。忘れてた、はい、NPO 大浦の里大山の梅本と申します。まあ、資料に書いてありますけど、今回おとといですか、今泉の説明会がありまして、私今泉新山神社の宮司をしているものですから、住民会長に断って参加させていただきましたけども、まあ、その中で、フォトモンタージュ4枚ほど、JRB から提起ありました。で、見た瞬間ですね、あっとびっくりしました。というのは、このご覧のように頭の上に7機構、立ってるわけですね。特に、まあ、神社というのはこの辺にあるんですけども、その頭の上にこう風車が立つということで、まあこれはびっくりしました。で、神社というのは鎮守の森と言われていまして、静かな環境で、なっておりますけども、それが風車の年中夜通し、頭上でですね、地鳴りとか低周波風切り音とか なると、こう鎮守の森に鎮座する神様はもうお怒りでです。で、信仰心の深い漁師ですね、昔から、まあ、新山神社は頻繁にこう漁師たちが大漁祈願、航海安全、船中無難などのこう祈願祭を年5、6回やっております。で、冬もですね、1月頃も突風、日本海の荒波が、荒風がこう吹く中でも、祭典が再行されます。で、このように、
この寮の環境の中でですね、厳粛な信心が再興できなくなります。まあ、そういったことで、私は住民のですね、信仰の拠り所が落ち潰されてしまう、村のまとまりがバラバラになってしまうというのが非常に危惧しております。そういった意味で今回の加茂風力発電の設置は絶対反対です。またもう一つ一点ですね、ここが加茂水族館ですね。で、手前、荒崎灯台は手前ですから、この加茂水族館があります。で、今泉という地域は加茂山の豊かな森があって、保水力があって、それでこう年中止めどなく豊かな水、それがこう海に流れているという、そういった地域で、地名も今泉となっております。その、豊かな水が海に流れて海藻が増えて、海藻が増えますと貝とか魚とか寄ってきます。そういった豊かな循環を作っていたのがこの地域であります。加茂海岸自体が全部そうですけども、それが今回の工事で、あるいは風力発電で壊されていくということが非常に考えられます。またこの図で見ますと、水族館がありますね。水族館はクラゲ、世界一のクラゲの水族館であります。また魚もいますけれども、データはまだ分かりませんけれども、この低周波、風力発電の低周波とか、地鳴りとか、そういったのがこういった海の生物にどんな影響を与えているのか、それも心配されます。で、クラゲとか、特にクラゲですね、そういったのも減少してしまうというか、そういったことが心配されておりますので、そういった意味で絶対今回の風力発電計画は反対です。以上でございます。最後、お願いします。はい、山形大学農学部准教授の菊池でございます。普段は、森林あるいは河川といった自然環境の保全について、考えている立場でございます。ここまでの5人のスピーカーの皆さんから、さまざまな点からのですね、風車計画に対しての懸念ということが話されておりました。私からは少し違う観点からお話をしたいと思います。お手元の資料をご覧ください。事業、風力発電という事業でございますので、事業者は、今回は鶴岡市内でございます。でありますから、鶴岡市の、出しております風力発電施設の設置等にかかるガイドライン、これを遵守しなければならないということになります。これは、令和3年1月1日からに改正になっておるんですが、その3対象、括弧3、制限対象区域というところを見ますとですね、下に書かれてあるこの3行なんです。はい、ですので、この文章を読む限りでは、今回の本風力発電計画は、この制限対象区域における事業であるというふうに考えられます。これが1点目です。2点目、これはガイドラインではありません。山形県が自然再生エネルギーを推し進めていきたいという中で、自然再生可能エネルギー活用可能性調査報告書というものを出しています。これ令和2年の9月、10月に改定になっております。で、そこの中のですね、風力発電に関わるパート、章ですね、20ページに、今回の、鶴岡沿岸部と呼ばれているようでありますが、そこのページがございます。で、それを開きますと、下にあるような図が出てくる。でその図の中に、今回の、風力発電計画地の隣接地に候補地が抽出されるのがダムサール湿地近傍であり、
望ましくないといったような注記がございます。この2点、ガイドライン、あるいは、風力発電としての可能性を、考えているといった調査報告書でございますが、これらとなぜ事業者が推し進めようとしている、計画とが、矛盾が生じてしまうのか、あるいは不整合があるのかということを考えてみたんですが、これはですね、少しやっぱ難しいのかなという気がするんですが、とかくこういった、開発行為が行われる場合に、その影響が及ぶ範囲というものは、その場所だけというように考えがちであります。しかしながら、ここにも書きましたが、今回の風力ということでいくならば、空気の流れというような流体でございます。でありますから、風下側、あるいは風上側、そういった方向に影響の及ぶ範囲は存在するはずでございます。そこにおける影響評価も十分にしていかなければ、先ほど来、5人のスピーカーがお話ししていたような懸念というものが現実として起こってくるということでございます。ということで、私からの提案とか私の考えとしていたしましては、こういったガイドライン等の見直しをですね、早急に行わなければ、今後も第3、第4、第5、同じような、発電というか、開発行為、そしてそれに対しての地域の住民からの懸念、反対といったような、コンフリクトですね、が生じる可能性が高いと考えます。今回の、反対の署名で広く、地域の皆さん、そして、全世界の皆さんに、そういったことを考えていただく、きっかけができたらなというふうに思っております。以上です。はい、ありがとうございました。それではこれから質問に入りたいと思います。各社手を挙げていただいて質問のある方はですね、社名とお名前を申し上げてから並びに入ってください。何々さんにこのことを聞きたいということであればその方にお答えいただきます。複数とか全体にかかることがそうした場合は私のところで、再開したいと思います。それではお手を挙げていただいて、よろしいですか。はい、どうぞ。座ったままで結構です。あ、産経新聞の柏崎と申します。よろしくお願いします。確か鶴岡市には今回はこの、場所でいうと加茂になるわけですけど、この計画ではすでに確か三世というところと、三世できてるとか矢部来てるところになんか環境アジさんが入ってたと思うんですが、それに加えて今回のこの可能になるわけですが、その前の2つのところは例えば、野鳥の飼い主の皆さん、その渡り鳥の影響とかそういうのなかったのか、それもちょっとどなたかどなたかどうか分かると教えてほしいのと、あとその先ほど岸先生がおっしゃってたそのガイドラインとかね、あるいは鶴岡市の計画、ガイドラインかに触れないのか、それもちょっと教えてほしいです。それでは佐久間さんの方から絶対ちょっと喋っていただいて、野鳥の会の方がよろしいですか。その2つ具体的な名前が出ての地域名ですがよろしいんですか。それでは野鳥の会の細谷さんからいただいて、あとガイドラインもありましたか。いいですか。じゃあ菊池先生からその次に、じゃあお願いいたします。はい、野鳥の会ということで今一番初めに話させていただきましたが、今回のこちらのカモのことでも、こちらの事務局の方からご連絡をいただいて、初めて私たちがこのような形で話させていただいているような形です。で野鳥の会全国の本部と呼んでいますが、東京にある本部の方では、常時
各地の風発の計画を把握はするんですが、やはりどうしても地元の動き任せになってしまって、こちらの県支部ですが、山形県支部ということになっておりますが、こちら の、 あの鶴岡の地元の会員さんから情報提供がない限り、やはりあの把握はできないんですね。特にあの企業事業の事業元からの情報提供は皆無です。で、あの宮城側の、沢の方の風発計画などがあると、宮城県側からの支部からあの協力要請が来る方たちになっておりまして、三世の方の話も本当に知らないうちに進んでおりました。以上です。なんで三世とか、やっぱちょっとそれは影響ないのですかという、私たちは。いや、ありますよ。当然あるわけですから、はい、もっと詳しくわかんないです。それであの、私、佐久間ですけれども、私から若干説明をしたいと思いますが、すでにご存知の通り、三世の水なしでは稼働しております。それから、やびきでは現在、アセスメントに入っております。で、今回の可能ということで、で、あの私たちも三世の時もいろいろ問題があるし、意見書は提出したんですけども、その基本的に、原発に比べれば、まあ、自然再生エネルギーの取り組みは推進したいと思っておりましたので、ただどこでもいいわけないだろうと、ということで私たちは水沢の取り組みについては意見書は提出しましたが、このような反対運動は組みませんでした。で、まあ、あのラムサール条約のところから比べても距離的にもありますし、組む運動は組まなかったんですが、今回は2キロという近さ、それから皆さんがお話しした問題点が多々あるということで、今回のこの取り組みに、をスタートしたということでございます。ちょっとだけ補足します。はい、あの今の、ことです。事務局の草島と申します。矢引の件でも、5キロしか離れていないので、環境アセスの段階で野鳥の会から意見書が出され、それに基づきまして環境省意見と、あと経済産業省の勧告が行われています。報告書の段階でそういうことが意見が表明されましたので、今最終段階に入ってますけども、それに対してどう答えていくかという、まだ答えが出てきてない、そういう状況です。以上です。はい、鶴岡市のガイドラインについてあのご質問がありましたけれども、このガイドライン、先ほど申しました通り令和3年の1月日だったかなに、改定されております。で、これは何かというと、そのきっかけになったのはその前の年、令和の2年ですねの夏頃にあの発生しました令和三山の、風車問題であります。で、それを受けて、先ほどというか私の方のレジュメの方にありますが、産業だけ、制限対象区域ということで産業の風車があるんですが、このあたりがだいぶ改定されたということで、すなわち、令和三山等の、歴史あるいは文化の観点からしても、あるいはその自然環境、豊かな自然環境という点からしても、大変、良好な部分というのは、においては、制限を受けるのは当然であるというような考えが示されたということであります。もう一つ、同じガイドラインの4つ目で、設置等にあたって事業者が遵守すべき基準ということで、例えば住宅等からの距離とか、あるいは騒音、あるいは低周波ということも書かれてあるんですね。で、そのあたりは、先ほど私が少しお話をしたその事業区域外に対して、例えば騒音がどう影響を与えるとかということも書かれてあるんですよ。しかしながら、例えばですが、自然環境、風力発電施設の設置等によって自然環境に与える影響を可能な限り回避するよう、十分配慮し必要な措置を講じることと書いておるんですが、
この自然環境って一体どこのことだと。その自由区域だけなのか、はたまた私がお話をしたように、自然現象としては風上、風下にも必ずや影響を波及します。あるいは、例えば骨筋ということであれば、水の動きというのは上から下へ、いろんなことが波及します。でありますから、事業地、事業対象地だけのことを、そこの中だけですね、の、影響評価をしては、それは不十分であるということです。はい、そのあたりガイドラインでは不明瞭になっている。全く書いてないと私書いておりません。足りないと書きました。ですので、十分に考えていただきたい、検討いただきたいし、その点を加えていただきたい。さらに申しますと、環境省の、環境は評価、環境影響評価法ですか、環境アセス法ですね、あれも私は不十分であるというふうに以前から思っております。このあたりご検討いただきたいというふうに考えております。さまざまな、改善策はあると思いますが、今そういうまでお話をするところではないと思いますので、こうやっております。よろしいでしょうか。もう一点、はい、細谷さんに聞きたいんですけど、今回の3番目として、以前の矢吹とかやるんじゃないか、できてるわけじゃないですか。実際渡り鳥の、なんだトライするというか、そういう影響出てきているのかとか、そういうのをもし調査したことがあるなら教えてほしいんですか、結果とか。この三世の場所に関してですと、調査は行っておりません。継続的な、本当にここ20年、30年にわたる、地元の、観察者の方がその当時、その時々 の、 記憶を持ってはおりますが、それをこの風発と絡めて提出したところでどれだけ影響力が出るかという、その数値的なものを出すことがなかなか難しい。先ほども言ったように、これが風発による影響だと言えるなんか物証のようなものないわけですね。鳥は飛べるんだから逃げられるだろうという、そういうことを言われてしまうと、本当にそれまでなんですけど。よろしいでしょうか。他にございますか。はい、どうぞ。こちらの方じゃ。読売新聞の早坂と申します。ちょっとマイク外します。署名の集め方を確認したいんですけど、住室1000人、1万人という、が一応署名簿は5室しかできないということなので、まず受任者、署名集めの人は何人確保できているのかということと、それから例えば個別訪問が主になるのか、あるいはちょっとスポットここで署名集めてますよという形でやり始めるのかということと、それからその年内ということなんですが、これはもう年内というのはその署名期間というのは厳密に取るのかと、行政からだともう1ヶ月って決まってるんですけども、逆に言うと1万人集まるまでやるにするけど、その締め切り、署名募集期間のは厳密にやっていくのかというこの4点をお願いいたします。はい、ありがとうございます。実は反対する会のところ、ここまで合意を持ってくるのに、一苦労があったわけですけれども、1000人1万人ということをちょっとペロッと喋ってしまいましたが、考えていることはそういうことを考えているということです。これ請願書面でも何でもありませんので、各方面に対して、正論をアピール起こしていくというものになると思うんですが、署名はですね、訴えられる、書いてくれと言われてわがたで書くというのが今までのパターンだったと思うんです。今回の場合は自分のこととして考えてもらう人を1000人用意したい、だから1人10人という目標を掲げても10人がれがらんで もっと頑張れとかいうことではなくて、一筆でも二筆でも隣の人に、家族に、友達に声かける人を組織する、それが私ども考えている1000人という頭なんです。で、年内ということで、例えばもう11月入りましたんで、もう年越しが見えてきたという地域ありますけども、梅本さんが報告されたように、もうすごい勢いで地元に説明会に入っている現状があります。地元の皆さんは
そういう風車っていうのはどういう風車なもんだか、で自分たちの健康被害とかつながるもんなんだか、山買ってくれるんだかとか、まあ、そういうことの範囲は分かりますけども、これが一体どういうものなのかという実態についてはほとんど分かってないのが実際です。ですから、私どもこれからですね、地元と言われている例えば鴨とか大山とか肥筆とか、そういうところには、できる限り、地元を歩きたい、訪問したい、語り合いたいというふうに思っています。ですので事務所も大山に置きます。それから事務局長も大山在住ということにいたしました。大いに世論を喚起しながらやっていくということで、年内並べからダメだけみたいなことじゃなくて、その勢いを次にどうつなげるかは相手の出方もありますけれども、それを検討しながらいきたいと思います。明日事務局をやりますので、詳しい論議というか協議は明日決めて、とにかく、中心になって運営にも関わってくれる、世話人の方を世話人会として、作っていきたいと。で、全てはそこから組織的にガンガンと攻めていくような感じになるかなというのを思い描いているところです。具体的に受任者何人というのは決めてないんですか？反対する会で何人で第5組だとか。受任者の署名ではないので、司会がおっしゃるように、例えばなんかリコールするとかそういう取り組みではありませんので、受任者という存在は必要ありません。それから署名も、千葉まで求めるような千葉の署名ではなくて、名前と所在地、そういうふうな署名でございます。ですから、そういう受任者断名というふうな考えは全くありません。ただ呼びかけ人を多く増やして、地元の方々から理解をしていただいて署名をいただこうと。ただこのラムサール条約に指定されているというのは、一つ鶴岡市のものだけじゃなくて、山形県だけのものじゃなくて、日本だけのものじゃなくて、グローバルな存在です。いわゆるラムサール条約に登録しちは。ですからインターナショナルでも集めていきたい、そういうことと、あとはなんだ、記名をしていただくと同時にネット署名も考えております。で、一応結構長いスパンで取り組まざるを得ないと思うんですけども、まず一応それなりに私たちには目標を決めて、今年度は何メンバーでしようね、その後は何メンバーでしようということで、目標は1万人ぐらいを目標にというのは、内々ですけども、まだこれは役員の中でオーソライズはされておりませんけれども、取り組みを進めていきたいという考えでおります。じゃあ期間はそんなに厳密に切らないということですか？そうです、はい、数1万人という形でやっていって、はい、でその署名集めをする人も、当然反対する会の人たちだと思います。そういう形で始めるっていう形ですね。そうです。それから先ほどお名前とその市町村名まで書いてあるんですけども、今非常に公的な署名でも偽造の方がすごい問題になってて、多分これ提出先はどこになるんですか、この集まった署名っていうのは。一応鶴岡市と事業者と、いわゆる山形県等でございます。よろしいでしょうか？そうか、手を挙げる、はい。島田日報の松田です。ちょっと私の記憶違いかもしれないですが、こういった風車の建設に関しては、事業者が、いろいろ、調査環境圧迫の調査を行った後に、市や、もしくは県に許可を取るようなものだと思ったんですけども、そういう意味で皆さん方は市や県の方にどういった要請、協力をお願いするのか、今後のスケジュールを教えてください。佐久間さん、協力要請というのは、このスタートが
9月の7日に、まあ、私と水野さんが鶴岡市長に、こういう場所で貴重なところだから市長さんでまず認めないでほしいという要望書を出したところからスタートしてまして、まあ、協力要請ということでいけば、まあ、先ほど菊池先生がお話ししたガイドラインに沿った取り組み姿勢を 強化していただきたい、それから県に対してはラムサール条約に近接しているところは望ましくない、そういうふうなことで、きちんと早めに決断をしていただきたいということを、まあ、要請していくということでしかないかなと。いや、ちなみに9月7日に要望書を出された時の市長の反応はどういったものでしたでしょうか。私は大変良かったと思ってます。それから特にその先ほども菊池先生が説明した山形県の調査報告書を自ら紹介してくれて、県の報告書にはラムサール条約に近いところは望ましくないですという、調査報告書もありますと、そういうものを具体的に自ら示していただいたものですから、すごい感触は良かったんですけど、でも羽黒さんの時はすぐ、望ましくないということで、まあ、業者が取り下げたんですけども、そういう市長さんの発言があっても、まあ、業者は取り下げるということもありませんでしたので、まあ、それでこの署名運動に入ったということなんですけども、まあ、引き続き、市長さんがそういう考えをベースにしているんであれば、まあ、市長の、そういう思いを早めにこう引き出してい、きたいなと思ってはおります。例えばですね、まあ、言い方悪いですけど、市長で発信力が弱ければ、山形県知事に要望書を出しに行くというのは考えてはいらっしゃいますでしょうか。まあ、時を見計らって県知事にも要望書を出したいと思います。でちょっと、まあ、ご紹介しますと、先週の土曜日日曜日に宮城県で東北の自然保護の集いというのがありまして、で41回になる東北自然保護の集いなんですけども、その実行委員会の名前で環境大臣には、今山形県の鶴岡市でこういうことが起きています、そういうふうなことで要望を出したんです、いや認めないでほしいと。で一つ鶴岡市の大山の上池下池の問題ではなくて、結局は国内にある53カ所のラムサール条約指定地にも風力発電なんかの取り組みが進む可能性もあるもんですから、そういう意味で、まず手始めに鶴岡の大山上池下池は認めないでほしいという要望書は提出しております。よろしいですか。はい、ありがとうございます。はい、他に、あ、はい、そうですね。はい、どうぞ。マイクお願いします。ちょっと待ってください。関連しますのでお話をさせてください。鶴岡市のガイドライン、先ほども見ていただいた3行ございます。制限対象区域。で、これは、良好な景観を形成する区域と書かれています。でこの区域がじゃあ今回の事業計画地に当たるかどうかという、その判断をどうしたらいいのかというあたりで鶴岡市さんは、検討されてるんじゃないかというふうに思います、うん、それから、山形県におきましては、先ほどご紹介いたしましたその、利用可能な区域候補地がありますよという図の中で、そのダムスワラ湿地近傍で望ましくないと矢印が書かれてあるんですが、これどこを見てますか。北側ですよね、うん、大山の北側です。
南側には矢印書いていないです。この記載の方法からして、私が先ほど来お話をしているような影響の範囲はさらに広いんだというあたりの理解が、不十分であるというふうに申し訳ないですが、私は考えます。ですので、そのあたり山形県さんにも、さらに考えていただきたいということは要望していきたい事項だなというふうに考えます。以上です。それではよろしいですか、清田さん。あ、ちょっとお待ちください。先に手を挙げたコミュニティの、コミュニティ主催室長と申します。3点ほどあるんですけども、細谷さんにまず伺いたいんですが、猛禽類なんですけども、この資料の1枚目のところにそのオジロワシ、イノワシ、オオワシ、あとクマタカなどが被害映像されているというのが書かれておりますけれども、その実際こういう種っていうのはそのレトデータなんかが記載されている非常に、まあ、絶滅が危惧されている種ではあるんですが、その計画地での、その現状といいますか、そのあたりのことをもうちょっと詳しくお話伺いればと思ったんですけど、一つ一つ聞きますか。3つあるって質問、その方がいいですか。はい、あとあと、ジェアウェイとのことなんですけども、今現在ジェアウェイはその地区住民対象の説明会ということで、その一般住民向けの説明会は開いてないわけなんですけども、その反対する会としてですね、そのもっと広い地域の住民対象の説明会とか、そういったものとか求めていく考えとかあるのかどうかとかですね、そこの点を考えたいのと、あと景観の部分についてなんですけども、先ほど梅本さん、子供たちに見たときに、その驚いたというようなことをおっしゃってありましたが、実際にその何に対して驚いたのかというのを、ちょっと少し詳しく伺っていいと思ってですね、その近いというようなことで驚いたのか、それとも大きいというようなことで驚いたのか、それとも景観をかなりその疎外が破壊されるということで驚いたのか、その辺をちょっとお話伺えればと思います。それでは3点については1を細谷さんからお願いして、2を、佐久野さん、3を、上本さんからということを順番にお願いします。はい、どのような観察状況が確認できたかというようなお答えでよろしいでしょうか。はい、そうしますと、ですね、オジロワシ、イノワシに関しましては冬期間小鴨王やなんかが渡ってきた時期に、先ほど映してもらっていました後ろの方の山ですね、でもっと堤防に近い側の樹木に、滞在しているか止まっている状況を、年に 何日間か観察できるという状況が続いています。いずれにしても大型の鳥なものですから、いれば分かるんですが、あとこういない期間もあると、まあ、移動をして歩くというところも考慮に入れなければいけないところですね。常に見られるというわけではない。で、あと熊高に関しましては、今地元の方から伺ったところで、この風発の建設予定地のところに映像していると。熊高というのは毎年映像するわけではなくて、繁殖するわけではなくて、3年がかりで子育てをする大変厄介な貴重な鳥であります。県内にも県内でも数箇所映像地はありますが、いずれも大事な場所ということで、公的な保護はないですけれども、観察者によって保護されている場合が多いです。佐久間さん、2つ目の質問は、マイクお願いします。事業者の方で、地域説明会をしている中で、こちら側としてはどういう活動をしていくかという、そういう質問でよろしいでしょうか。どういった活動を求めていくかというのが、例えば一般向けの説明会を開いてほしいとか、なんかそういったこと。一応私たちはこの署名活動と同時に、これもまだオーソライズされてはいないんですけれども、鴨の街並みを歩く取り組みとか、それから計画されているこの山階を歩く取り組みとか、そういうふうな取り組みとか、それから
もう現在もやってはいるわけですけれども、大山下池上家の誕生会とかですね、そういうふうなものを実施しながら署名活動を推進していきたいと思っております。じゃあ続いてみましょう。はい、あっと驚いたっていうことは、第一点目はやっぱり鴨集落、今泉集落の頭の上にこう風車がビュンビュンと上で回ると、でだいぶ高いですね、180メートルということで、もう景観的にもこうびっくりしたと、あとその人体に対する影響、あるいは神事というか祭り事に対する影響を考えてもびっくりしました。あとその写真には水族館見えますけども、水族館から窓からずらーっとこう7本見えるわけですね、風力が。で音もすると思います。そういった面でこう水族館への影響も驚きました。そういった点です。はい、よろしいでしょうか。すみません、ちょっと確認なんですけども、この反対する会は強制設立したってことでよろしい。設立したのは今日。設立というかスタートが今日になります。署名をに取り組むスタート、それからそれらの会の形成も今日がスタートということになります。とすると設立はいつと言えばいいのでしょうか。間もなくまだ設立してない。会としては実態としてはもう始まってるんですけども、組織を整えて進めるためには世話人制度をこれから作ろうと思ってるんです。30人前後の責任を持ってですね、発言もし人を組織し署名も集めるという方々に、その世話人を今呼びかけ人を集めながら、お願いしていって、そう遅くない時期に世話人会をスタートさせて、そこが総会的位置づけになるはずです。となれば、そこが組織的には出発スタート集会みたいな形になると思うんですけれども、後ろは走りながら体制を整えてみたいな雰囲気がありますので、まずマスコミの皆さんとしてはそれが欲しいのかもしれませんが、今日はスタートしています。でもいいです。設立準備の発表会っていうそういう、佐久間さん、考え方、会の正式なスタートをいつに、だから軽い人はやっぱいつ立ち上がったとか、今日が成立して動き始めたって考えるのか、今日が成立してスタートということでよろしいと思います。はい、あまりこだわっておりません。勝手なこと言わない。外遊がうるさいんですけれども、他にございますか。はい、どうぞ。はい、すみません、河北新報と言いますけれども、この資料でですね、このラムサール条約指定地域と鳥獣保護区っていうのは、これはイコールなんですか、重なるんでしょうか。やってません。ほぼ一致するという、それでいいですか。ラムサール条約指定地域というのは大山の上池と下池だけなんです。鳥獣保護区の方がこれ広いわけ。そうです。あ、なるほど。でいずれとも計画ではその鳥獣保護区とこの上の県立自然公園のエリアからは外れた地域に計画があるということなんですね。そのようですね。そうすると一応現状では法律的には問題でもないところに計画があって、向こうはそれで進めているということですよね。そういうことです。はい、それからその会社 JRE ですけど、こちらの方にはなんか反対署名かなんかを提出するおつもりだということでしたけども、その前段に何かこう計画の見直しを求めたりとか、何かアクションを起こしているんですか。
一応、まあ、計画の見直しを要望するのも一つの方法ですし、ただ、まあ、今のところの情報ではそういう見直しに応えるような状況ではありませんでしたので、こちらとしてはそこまでは考えてなくて、とにかく署名を集めて、まず、集まったら持っていこうというふうな考え。見直しをに応じるような状況ではないっていうのは、具体的に何か直接的に対応してるわけじゃないんですけど、間接的に、そんなふうな状況なので、見直しを求めるような取り組みまでは、現在時点では考えてはおりませんでした。向こうは淡々とその、俺もちょっとごめんなさい、現地でどのくらい進んでるのか知りませんけど、淡々とその、なんだろう、住民説明会なんか教えるということですか。情報によりますと、まあ、住民説明会を行っていると。そして、住民の方から了解を得たら、風況調査を行うと。そして、まあ、その来年の1月頃に次の月頃から進めると、そういうふうな情報は入っております。進めるっていうのは風景調査を進めるというか、はい、ごめんなさい、もう一つだけ、あの写真にある風車ですか、それ最大180メートルってありましたけど、全部180メートルなんですか。それは JR 行きで多いのかもしれない、まあ、計画ではそのようです。で、180メートルだと、ああいうふうなイメージ図になる。はい。最大8基って書いてますけど、すべて180メートル。と聞いてるて。まあ、それも一応、あの、100何十メートル、182メートルだったら184メートルぐらいかな。そういうふうな情報で、私たちは、あの、まあ、取り組みを進めます。まあ、いかがですか。はい。はい、よろしいですか。この計画はですね、まだ何も始まってませんので、アセスも前ですし、風況もまだなんです。で、あの風車を事業としてやる場合は、ここは事業として風が強いか弱いか、必ず1年間は調べるんです。その調べるのにも入れないでいると。だから、住民の皆さんには、風況だけでも調べさせてくれって言って、今入ってるんですが。調べるのにも入れないっていうのは、それは反対があるから。そうです。住民の反対が理解が進んでないというか。ああ、なるほど。反対とかのこの激しいものじゃないですか。じゃあ、JR からしても逆風化にあるということで。まあ、そう捉えて私はいいと思います。はい。はい、他ありますか。だんだん時間も押してはでは来ていますが。ああ、はい、どうぞ。あの、あと業者の方があのガイドラインにのっとってあの風況調査というのはその当該地域の自治会かな、自治会の許諾を取って始められると、関係アセスもそういう形になってるんですけど、ちょっと情報によると3つでしたっけ、自治会関係するの。大山とどこに自治会と鴨本と鴨本か。で、そのうち1つ、2つはもう風況調査をやってもいいというふうに大山されてるんですけども、もうすでにその特にその東海地域の大山の自治会の方で、まあ、風況調査に認めたれば多分、まあ、他の2地区がどうなるかわかんないんですけども、1つ認めたことがあるんですけども、特にその間近の大山が認めたっていうことなんですけど、その説明会に参加された方いらっしゃいますか。じゃあ、ルミンさん。まあ、私、大山の住人で、大山の説明会に、2回ほど出まして、で、あの風況調査の同意書が必要だということで、まあ、自治会でね、大山自治会で。で1回目はちょっとフォトモンタージュも出されてなくて、これじゃ何も判断できないということで保留で突き返したんですけども、その後2回目でと一応なんか写真らしいものを提示して、でその2回目の会議はまあ大山自治会の理事会でしたけどもと、その後
評議員会か、評議員会、一番の、議決聞けばいいんですけど、その大山自治会の評議員会で風評調査はまあいいだろうと、そういうことで賛成多数で賛成されました。あ、そういう結果ですけど、あと他は分からないですね。ちょっと幹部とか官僚は、はい、すみません。まあ、だから先ほどおっしゃったように大山と幹部の人に、まあ、個別訪問やっていくんでしょうね。ただまあ自治会の方が風評を入れるって形になってるんで、まあさっき誰かが言いましたけど、まあ事業者を粛々と進めてるし、それにこのガイドラインの市の鶴岡市のガイドラインの強さがよくわからないというか、うん、まああの先ほど菊池先生がガイドラインも踏み曲がる、県のガイドラインも踏み曲がるんですけど、うん、なかなかそういうものが大元から変えていくというとものすごく時間がかかるだろうし、手続きも面倒だと思うし、だからまあそういう形でいくと、この大山自治会のこの風評を認めたっていうのは大きいなと我々は思ってるんですけども、多分なし崩し的に足元の大山が認めちゃえば他のところもまあ風評ぐらいはいいんじゃねって話になって、そうすると環境施設もいいんじゃねって話になってきてっていう形になってくると思うんですけど、その辺の歯止めをかける術はありません。まあ説得していくっていうか自分ごとが捉えるようにっていう形だと思うんですけども、まあ、それが証明だと思うんですけど、なんかそういうありますかね。我々そんなにこう悲観的に見てないところがあるんですが、例えば大山の評議会で賛成多数だって、まあそれ字面で書けばそうなるのかもしれませんが、あのその中身はどんげなんだがなというふうには思うんです。あのまず分かんないけど、まず屋根の風景を調べるだけが風だものっていう流れになってる可能性がすごく強い。だから大山は地元地元と言われてますけど、彼らが言ってるのは鴨風車ということで、鴨の山に作りたいということを言ってますから、鴨の皆さんがまだ判断をしていないと、こういう中で私どもがあの入るのはやっぱそれでいいんだろうかとか、どうなるんだろうかということを一緒になって勉強しながらね、この地域の未来はそういう風車が自分たちの暮らしにプラスになるのかという、そういう積極的に訴えかけていきたいと思います。だから今多数が賛成に回ってるっていう認識は全くありません。あと最後に言ってみますと、会はこれは共同代表になるんですか。代表呼びかけ人が共同この5人。そうですね。佐久間さんではない。ではない。共同代表ですね。これ5人でいいですか。代表呼びかけ人、はい。そうです。共同代表。で共同代表の一人は佐久間さん。そうです。わかりました。他ございますか。よろしいですか。手挙げたと思ったら電話でした。それ知ったら長くなりましたが、これでもって記者会見を終わらせていただきます。長い間ありがとうございました。良い記事を期待申し上げております。ありがとうございました。